お前らもヴァンガードか？違います。僕たちは法律研究員の許可をもらってここに来ました。だったらあんたたちも早く逃げるんだな。ヴァンガードがいきなり来て誰かで構わず殺そうとしてるんだ。止めなきゃ。うん、行こう。ちょっとお待ちよ。エミル、例の資料を渡した方がいいんじゃないのかい？資料？ラタトスクに関する研究資料のようだったが。それならリリーナが落としたと言ってたやつじゃないか。リリーナさんは俺たちよりもっと奥で調査をしていた。無事だといいんだが。エミル、行こう。リリーナさんは僕らが助けます。皆さんは逃げてください。できれば王立軍の出動を要請してくれ。わかった。あんたたちが持ってるって資料はリリーナに渡してやってくれ。血眼になって探していたから。はい。そう、なんだあれ。ちょっと待って、ちょっと待って。なんかいろいろ気になるけど一番これが気になる。あ、聖雷で、聖雷に対して聖雷をぶつけるってこと。あ、体力も回復する。ここいいね。ちょっととりあえず戦ってみましょうか。これはなんだ、弓みたいなやつだね。よいしょ。あ、いたいた。痛いよ痛いよ。よし。これなんかあれだな、ホルネウスみたいに似てるな。ホルネウスの一人バージョン。よいしょ。オッケー、あと一体。よいしょよいしょ。いった。意外と痛かったな今の。レベル、おお、ついにレベル50。高いなレベル50か。まあ初期の頃からずっといるからねこいつは。で、あそこの聖雷が気になるんだけど、こっちとかもいろいろいける。真っ暗。 A ボタン、 A ボタン連打で踏みとどめれます。な、な、な、ちょっと待って、ここ多分入らなきゃいけないところだよね。待って、これどうなってんの、これどうなってんの。ここの奥からコアの気配を感じます。でもすごくビリビリしてるし、どうすれば消えるんだろう。聖雷ぶつけるだけじゃねこれ。あ、聖雷ぶつけるんだ。あ、なるほどね、そういうことか。他に黄色と赤があるんだこれ。え、こっちは黄、あー、だいたい分かってきた。だいたい分かった。納得。とりあえずセーブしていきましょうか。ね、あ、こっちにもいいんじゃん、なんか。いやー、後ろを向いてると誰に襲われるか分かんないよ。ほほほほほと。あ、痛い痛い、バットバットバット痛い。終わりだ。よっと、危ない。痛い痛い痛い。集まってくんな、集まってくんな。よいしょ。終わりだ。いけ。白狼撃。どこに白狼撃ぶつけてんだ。よいしょ。また白狼撃だ。サザンカからの白狼撃らしい。決まったな。デメテルレベルアップ早くない？約束なんです。モンスターって経験値もらうの倍増とかあんのかね。ショックチャーム、ああ、ショックチャームね、はいはい。
ちょっと回復させてもらいましょうか。で、これ多分まずこれを消してこの先に入るんじゃないかなって思うんですよ。で、わかんないのがさっきの真っ暗なところなんですよね。あの真っ暗なところは何をさせたいのかがわからない。あれ？これはいけない、いけないのか。ちょ、落ちましたけど目の前に落ちましたけどびっくりした。この落ちてくる雷なんとかならないかな。エミルは雷が高いところを落ちるせ、エミルはじゃねえや、エミルって言ってね、落ちる性質持っている。高所に飛来し合わせたら良いようです。え、ん、高いところにあれか、リーガルさんを置くってこと。レベルアップめっちゃ強いな、このやつらは。これ EX アタックって何がいいの、よくわかんないよね。 EX アタックの利点が、あ、これ全部雷ってことなの。わあ、死ぬ、死んでしまう、落ちてしまう。パーティーが大変なことになってらっしゃる。一回戻りましょうこれはまずい。いや、あのね、さっき説明を受けたのにもかかわらず、あの、あれかと思ったんだよね、水かと思ってたんだよね。どうして水だと思ったのかで、飛来心、これか、何かの、あ、これ6人4文字も読めないねで、ちょっとこの上行ってみましょうか。なんかでっかいのいるね。はい、こんにちは。よし、撤収。あら、こいつ重いわ、こいつ重い、撤収。よいしょ、よいしょ。いや、全くマルタが絡んでくれたんよね、こういう時に。え、いた、危ない危ない、やばい、なんか無駄なところで使ってる。なんかもしかしてあんまり効かないのかな、防御力者効かない、そんなに。あれ、応酬客が効かないのこれ。あ、そうでもないよ。終わりだ。全くね、その何属性が強くて弱いとかが全く分かんないんで、雷は普通は地属性か。デメテルのレベルが52。デメテルなんでそんなすぐに成長するんだ。じゃあこっちに行けば何かあるかな。あ、さっきと変わらない。落ちそうになったら言えるんだよね。こっちか。落ちそうになったらって、あ、こういうところのことか。怖い。ここら辺はちょっとスーパーマリオサンシャインで培った力があるので大丈夫だと思います。よし、
ヴァンガード兵士構えないとかすごいな。よいしょ、逃げる逃げる、フルボッコだぜ。お、来た来た、むっちゃ強い。よいしょ、危ない危ない危ない。オッケー、よいしょ。よいしょ。痛い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 。よいしょ。オッケー。宿命か。ボカロンのレベルが14。しまいましたね。コアを奪われてしまうかもしれません。けど今はロイドよりリリーナさんだよ。ヴァンガードの襲撃に巻き込まれたりしたら。そうだよね、分かってる、急ごう。